見られないテントがあるよ。もあるんでよかったらすぐ飲んでもらえると嬉しいなと思うんですけども、今週もお腹を空かせて路上で生活されている方たちのためにお弁当を配っていきたいと思います。今日のこの寒さすごいね。さっき雪降ってたよ。がぜん困ってる方々の体も心も温めてあげたいなってパワーがみなぎってくるね。いやー、じゃあこんな日はあったかいスープでも飲みたいね。スープでもちょっと冷めにくいスープってない？冷めにくいスープか。じゃあ今日はあんかけスープにしようか。うわー最高だねー。じゃあ作っていきましょう。うん、よーし。じゃあここでお肉を炒めていきます。いやー、もうジャンボじゃないとね、うん、足りない。ドーン。はい、ってここにね大量のキャベツぶち込んできてると思います。しゃあ。じゃあ人参と玉ねぎ入れていきます。しゃあ。うわ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 。よし、じゃあ味付けしていこう。うん。ベベーン。おー、だしだー。ウェイパーも入れていきます。あー、いいね、だしだ。ダシダにウェイパー。ババーン。うわー、ニンニク。これいっちゃおうよ。おろし生姜で。いやー、生姜のスープ最高だよね。よし、じゃあちょっと飲んでみます。うん。何かが足りない。なんだ。ちょっと伸ばして。うん、お願いします。どれどれ、いただきます。全然何かが足んないね。おう、うわー香りが全然違う。これが最後なるといいね。うん、いただきます。うん、うん、まっ。今までに感じたことないタイプのうまさ。ラーメン食べ終わった後に残ったうまみだけが残ったスープみたいな。めちゃうま。これは仕上がったよ。もう冷めない。これはもう止まんないね。もう冷めない。冷めることのないスープ。お願いします。タイバーグでございます。めっちゃいい香りする。あれを入れていこうか。まさかのあれが。じゃあこのままいきます。デミグラス。うわー、すげえ。うわー、めっちゃいい匂い。はい、じゃあね。うわ、キャベモヤデミグラス炒め完成です。うまそう。はい、ということでね、お弁当全部完成しました。じゃあ食べてみようか。全部食べた上で、うん、認定できるかどうか判断しようか。うん、うん、じゃあいただきます。チョビちゃん認定。この美味しいお弁当とスープ持ってったら喜んでくれんな。待っててくれよ。おいしいの届けるから。待って、もう食べたい。寒い。いやー、ちょっとじゃあ早めにお弁当配って、うん、皆さん温めてあげよう。ね、あれ、え、嘘、嘘だ。あれ、隠れちゃった。え、え、いっちゃん。おお、いっちゃん。あー、元気いっちゃん。あー、無理だ。あー、疲れてたよね、頑張ってるから。無
回ってくるんですね。お味どうですか？美味しい。あ、よかった。あ、嬉しい。あ、笑顔がいいね。この寒さではいないかな。ねえ、いないかも。あ、見て。え？見て。まさか。うわ。わあ、こんばんは皆さん。結構並んでるよ。昨日バラッと出ます。昨日お弁当どうでした？みんな美味しかった。お、美味しかった。本当嬉しい。まるまるかい。あ、みゆちゃん。昨日お弁当どうだった？すごく美味しかったです。おいいね、嬉しい。あ、見て、待って、熱々、これは冷めないね。うわ、最高だね。すごい。よーし。ありがとう。ありがとう。じゃあこっちでスープもらってきて、はい、あとハッピーターンくれるから、はい、幸せくれるから、ハッピー、はい、じゃあありがとうございます。後ろ見て、布団がない。めっちゃ綺麗じゃん。誰か掃除してくれたのかな。え、見てよ、すごいスッキリしてる。何にもないじゃん。なんかあったんだよ今日。今日ね、熱々スープ、ね、熱いから気をつけて。はい、はい、気をつけてください、ね、今日ね、冷めないスープ作ってきたんですよ。見慣れないテントがあるよ。本当だ。あ、すいません、お弁当持ってきました。あったかいスープもあるんで、よかったらすぐ飲んでもらえると嬉しいなと思うんですけども。そうだね、うん。こんばんは。こんばんは。また来ますんで。はい、ね、あ、いいね。大サービス。はい。今日お弁当ね、持ってきましたんで。寒いちょっと戻ってきたんだ。あ、そうです。ちょっと気合いが。じゃあ私も買うし、2000円で買った。あ、じゃあ僕たちのやつだね。うん、うん、何これ。こっちから入るやつ。あ、そうそうそう、一回寝させていただいて。あ、ここはずっと寝てなかったから。そうそうそう、これって横になりながら。え、もしかして横浜スタジアム。今話が繋がった。あの白髪の結構少ないね、なんでしょう。僕たちね、テントも何十個もプレゼントさせてもらってるんですよ。そうそう。最初はなんか女性がいたからっていうことで、女性はちょっといいっていうプレゼントしたのがきついだって。ああ、そう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 。ああ、だね。長かったんだ。うん、よかった。なんかざっくりなんかちょっと聞いてみたいですけど。ね。なんか力にね、なれることあったら言ってください。ありがとうございます。いい笑顔で。いろいろあるんだ ね。毎週ね、月間はお弁当をお届けさせてもらってるんで。はい。ありがとうございます。また来ますね。寒いので、風邪ひかないで。どうも。お待ちなさい。
久しぶりにさ、地下来てみてどう思った？前よりは人少ないかな、うん、あやっぱいっちゃんがいた時ってさ、夏だったじゃん。ちょっと寒いからみんなまだ路上生活なかなかできないけど、また暖かくなってきたら増えてきそうだよね。またじゃあいっちゃん手伝ってほしいな。よっしゃ、じゃあまた仕事大変だと思うけど一緒に頑張ろう。